ヤガチャガチャンネル。あ、駅前で集合だね。ごめん、待った？いいえ、私も今来たばっかりですから。あれ、制服に着替えたんだ。ええ、この方が記憶探しのヒントになるかと思ってビジネスホテルに寄ってきたんです。よし、それじゃあ今日はいろんな学校行って前のこと聞いてみよう。私のこと知ってる人がいるかもしれませんね。そういうこと。頑張って前の記憶を探すぞ。何を頑張って探すんだか。ここで合流？え？トモコ？慌てて学校出てったと思えば女子高生とデートだとはね。なるほど、あくまで勘違いでお世辞とかじゃなくて、ある程度、でも勘違いではねえんだけどな。勘違いだって、この子の記憶探してるんだ。何よ、二人でこそこそ怪しったりあれしない。何言ってるんだよ、よかったら一緒に手伝ってくれてもいいんだけど。よろしくお願いします。二人して言ってくれるわね。私はそんな暇人じゃないの。それじゃ。おい、トモコ、そんな言い方ってないだろ。気をつけなさいよ。羊に見えても男は狼なんだから。あのな、ほう。その日の午後は近くにある高校を片っ端から回ってみた。マユが転入してきた生徒らとすればきっと何かしら証拠があるはずだから。しかしどの高校に行ってもマユにその高校の思い出はなく、またマユを知っている生徒とも巡り合うことができなかった。マユ、どう？何か思い出した？ピンとこないです。ごめんなさい。マユが謝ることないよ。手分けしてもう少し頑張ってみよう。え、そうだ。私、職員室に行って聞いてみます。ほうほう。うわぁ、女子校の校門の前に男一人取り残されてしまった。これはなんとなくね、一回やったシーンだよね。あの、マユが後から来るか先にいるかの違いだけど、警察官来んのかな。ちょっと君。あ、こっち来た。ここに関しては同じ感じ？君。あ、同じ展開だな。B で飛ばせるもんな。ってことはマユが来てくれる？あー、ここで、あれか、多分だけどこれ何かしらの選択してると捕まるバッドエンドに行くけど、ここで適切なものを選ぶとあの本編に合流できるイメージか。でこれも見たことがあるし、でマユがお兄ちゃんがつってくれるんだよね。え、お兄さん。まあここに関してはもう既視感があるとこだからスキップかな。はあ、あれだね、ない選択肢が増えたね。あの警察とのゴタゴタが終わった後になんかマユがいたずらっぽい感じでリアクションしてくれてたんだけど、あの万が一主人公が捕まったらマユも警察に捕まることになるんだよみたいな見たことのないやり取りがあって、でそのやり取りがあった上で、あのマユがそういう話したら私と一緒にいるの迷惑ですかって聞いてきたっていう流れなんだけど、じゃあ嬉しい。バンバーカン、こんなところで抱きつくなんて。でも本当は嬉しい。ほう、だからそれぞれのシーンにやっぱり分岐の流れが違う分なんか違いがある感じだね。でここはあれだべ、酔っ払いがね、桜の木折っちゃうシーンだよね。でこれは多分冒頭文とかも一緒だな。だし飛ばせる状態だから分岐までスキップかな。あー、明日はバイトがあるっていう話をしてるけど、明日も探してくれますかって言ってて、いいよもちろんさ。なるほど。な、もちろん約束するよ。折れちゃった。はあ、わざわざ指切りのアニメーションがあった上でこうなるのか。まあ展開は一緒か。うん、飛ばせてるもんな。だから指切り減満するっていうフラグは立たせつつ、桜の木折らないでってマユが行くところになるのか。で一回流れが止まって、なんだこいつは、飛ばせてるからまだずっと同じシーンだな。
で、喧嘩のやつは仲裁で殴られる。で、主人公が殴られて、が、え、いって。まだやるかよ、兄ちゃん。ごめんなさい、私。ごめんなさい。私のために。前は僕の胸の中で泣き続けた。何かに抑えられていたものを一気に吐き出すかのように。ほう、ちょっとずつ違いがあんな。なんだか私変、自分が怖い。何言ってんだよ、全然変じゃないよ。だってあの人たち、ただ桜の木を折ってただけなのに、私あんなことしちゃって。確かにちょっと驚いたけど、眉のしたことは間違ってないさ。でも私のせいでひどい怪我を。本当にごめんなさい。眉が謝ることなんてないよ。こんな傷大したことないし、気にするなって。自分が怖いんです。大丈夫、なんかのきっかけできっと記憶が戻るよ。そしたらもう何も心配することなくなるよね。ありがとう、一緒にいてくれて嬉しい。ほう、眉に幸せになってもらいたい。僕は心の底からそう思い始めていた。できるだけのことをしてあげよう、眉のために、そして僕のために。ほう、あー、スペアキーとね。僕がいない間部屋自由に使っていいからさ。でもどっち使っていいんですか？そうだな、だそうだよね、尻尾の方を使うことによって学校で落とさなくなるんだもんね。でもなんかね、トモコからもらったキーホルダーのやつだからね、難しいけどね。それじゃあ行ってくるから。うん、行ってらっしゃい。ごめんな、今日は授業の後バイトあるから記憶探しの手伝いはその後になっちゃうけど。大丈夫、明るいうちに一人でもう一度近くを回ってみます。気をつけてね、あまり無茶しないように。はい、分かってます、お兄さん。よし、じゃあ行ってきます。おはよう。おはようございます。この人は僕の部屋の下の階に住んでるお姉さんだ。僕がここで生活するようになってからというもの、いろいろな面でお世話になってる。あら、その子は？あ、なるほどね、やるじゃない。いやいや、新キャラ出てきた。僕は眉の記憶を戻してあげられるのだろうか。もし戻らなかったら、僕は眉に何をしてやればいいのだろう。でも眉か、突然の共同生活だけど、こういうのも悪くないかもしれないな。まさに春が来ただ。だが春の天気は変わりやすい。眉の記憶が戻った時、果たして僕の桜色の幸せはそこにあるのだろうか。うん、合流したかな。で、これトモコと会うシーンだよね。でも鍵は落としても問題ないわけで、どうなるんだろう。げ、あれはトモコ、まずい。隠れる。で、待てよ、何もこそこそ隠れることなんかないんだよな。トモから隠れるような悪いことなんてしてないんだから。そうだよな。でもまた会えば眉のことで嫌味の一つや二つ言うんだろうな、トモコのやつ。アラン、トモコの彼じゃない？げ、あ、ほんとだ。な、いや、うーん、そんなとこで何やってんの？まさか私から隠れてたんじゃないでしょうね。
鋭い。まあまさか。そう、ちょうど喉乾いてたんでコーラでも飲もうかな、なんて。なあ、そうだ、トモコも飲む。そう、ユウコもめぐみもコーラ飲みたいでしょ。ラッキー。さすがトモコの友達、遠慮ってもんがないんだな。わかりました、もうコーラでもコアラでもおごります。なあ、キーホルダー変えたんだ。え？前のキーホルダー、あの尻尾のやつ、あれ私が君にあげたんだけどね。がー、そうだった、あのキーホルダーは浪人中トモコが僕にプレゼントしてくれたんだった。わざわざ私のあげたキーホルダーを変えるほどあの女子高生にお熱ってわけ。そうじゃなくて、あれはその、別にどうでもいいんだけどね、キーホルダーの一つや二つ。と、トモコ、待てよ。トモコ、何なのよ。修羅場は回避されんのかな。どうなんだこれ。でもこれ修羅場のとこには向かってるよね。こんなのを見た気がしないこともない。夕方になり風がますます強くなったっていう、これあれ不安な感じがして自宅に戻るシーンだよね。さあ選択肢どうなるんだ。実家まで来るのかな。実家というか家まで、ともこが。さてさて、そう、何かが起きようとしてるって心配して、あ、選択肢もなく向かうのか。ってことはこれ修羅場のシーンか、この後待ってるの。ほう、帰ってきたけど。モテモテね。え？は？何のことですか？あなたって頑張ってね。あー、家にいるんだ、ともこ。やっぱその時僕にはお姉さんの微笑みが何を意味するのかわからなかったが。合流したね。トモコ。変質者。ね？記憶喪失の女の子を部屋に連れ込んで、あんた一体何考えてんの？誤解だよ。僕はただこの子の記憶を取り戻そうと。この子が記憶取り戻せるように協力したい？そんなのできるわけないでしょ。こんな子さっさと警察か病院に連れて行けばよかったのよ。僕はなんでこんなことになってるのよ。まあここまでの流れは一緒だよね。このキーホルダーはね、落ち込んでいた君のために私が買ったものよ。あ、見たい。そんなのが妙に気になって、元気づけてあげたいなって思って、それでプレゼントした。ああ、でも飛ばせるんだ。途中までバット入んなかったけど急に入ったわ。でキーホルダーゲシゲシ踏みつける感じでしょ。こんなものね、あのダーンってなってるけどすごいプニーンなんだよね。でトモコを止めるのか。いや、やめろトモコ。あ、でもこれも見たな。でパーンっつってなって、何を詐欺で詐欺師になって、詐欺師になったぞ。でここからの分岐だな。ずるい。で前もね、ちょっと裏切られた感じになっちゃって、
で、眉が飛び出してく。で、トモコに止められて、で、前回はトモコ選んだんだよ。眉を追わなくちゃ。うわぁ、ごめん、トモコ。さあ、こっから完全にわからんよ。マユ、マユ、はあ、二択、完全な無根拠二択。マユ、あ、いた。待ってくれよ、マユ。僕の話を聞いてくれよ。マユ、お願い来ないで。もういいの、何もかも。僕の話を聞いてくれ、マユ。確かに僕はあのダウン紙を使って君に会おうとした。そのことは謝る。でもそれは、おお、なるほど。マユのことが好きだから。僕はマユが好きなんだ。マユが大好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ。マユとずっと一緒にいたいんだ。お願いだから、もうどこにも行かないでくれよ。お願いだ、マユ。マユ、あら、あれ、これまだ平穏に終われない目。ああ、あったな、最初にな、こんなシーン。桜が。お、なんか、私、大丈夫か、マユ。さ、うちに帰って温まろうね、マユ。マユ、びっくりした。マユ、どうしちゃったんだよ。マユ、あ、これ待ってられない、危ないね。仕方ない、あくまで待つか。マユ、待ってろよ。ほう。マユ、どこ行っちゃったんだよ。マユ。
マユ、どこへ行ったんだよ。もう少し探そう。ごめんなさい。私だってあなたと一緒にいたい。でも私は帰らなければいけないの。帰らなければ。なんか思い出してんな。猫。あー、フラグ成立してる。まさか。マユ、いるなら返事してくれ。マユ、話だけでもいいんだ。いるなら出てきてくれ。マユ、マユ。え？